から京都駅ちょっと友達と遊んでくるからちょっと夜また帰ってくるんですけど、ちょっとよろしくお願いします。だーす。こんにちは、いいお早じめなしでございます。というわけで今回ですね、今ね、コウキのね家にねやってきてるんですよ、京都まで。俺ちょっとね京都まで用事があって今日夜泊めてっていうことで今ね荷物をね置きに来てるんですよ。でもね、実はね友達とね遊ぶ予定なんかね全くねないんですよ。今回コウキにねドッキリ仕掛けるんですけど、何をね仕掛けるのかと言いますと、友達の家に何回宅配ピザね送りつけたら切れるのかっていうね検証をやっていきたいと思います。1時間おきぐらいにねピザね頼んでいこうかなって思うんですけど、1回目は S サイズ頼んで、2回目は M サイズ頼んで、3回目は L サイズ頼んでっていう感じで、だんだんねサイズを上げてって金額もね上げていく作戦でいこうかなって思います。普通に考えて自分がね頼んでもないのに3回もねピザがね来てね、お金を請求されたら普通にね多分切れると思うんで、今回ねその検証をやっていこうかなと思います。早速今からね外に出てね頼んでいきたいと思います。ねーが1時ぐらいに、いや、これコーチやろ。いやー、コーチー。はい、無事にね、外にね、たどり着きました。じゃあもう早速ね、まず1枚目行きたいと思います。こんにちは、ドメスサ、ケツケタとご注文でしょうか。注文いいですか。はい、クワトロヒヨッコのマヨ M1 つください。はい、クワトロヒヨッコの小さいサイズですね。はい、はい、失礼します。はい、失礼します。ということで1枚目のねピザがね頼み終わったんで、とりあえず30分後にあいつのねマンションにとりあえず1枚目のピザがね届くっていう感じです。あいつからね電話がかかってきましたね。ということは届いてるということなので2枚目いきたいと思います。じゃあ電話していきます。みんなのエンジョイ4の L サイズお願いします。はい、ありがとうございます。失礼します。 M サイズからね L サイズにね段階を上げました。ということで30分後にねまたあのマンションにピザがね行くっていう感じです。はい、次 L サイズやん。もう食えって。あいつうまちょー、ピザこれ次 L サイズ届いたけど消えよった。あいつまたね電話がねかかってきました。3回目行くんですけれども、さっきね L 頼んだんですけれども、次はね L のピザを2枚頼みたいと思います。はい、失礼します。 L のピザ2枚があいつのね家にね行くということで、ちょっとね様子ね見ていきたいと思います。いや、これはやりすぎですね、さすがに。もう、金がまず生活なくなった。やりすぎちゃう、これ。ちょっと、やりすぎちゃう、これ。ちょっとやばいよ。はい、今ねあいつのマンションにね着きました。ということで今エレベーター乗ってて部屋にね向かうっていう感じです。じゃあ行きます。やりすぎちゃうこれ。やっとわかった、ドッキリよ。ってもうこれわかったかと思った。これ全部 L。 あ、待って、まだあるか。あ、これはあるのか。おかしいやろ普通に。全部小川やった。